笑っていとも in 花巻。笑っていとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻の友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは歌手で鍼灸師でもあります高橋のりおさんです。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございま す。歌手で鍼灸師の高橋のりおです。はい、今年お一人目の笑っていいともいい花巻のゲストということです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今ね、鍼灸師でもありますっていうお話をしたんですけれども、実は花巻中学校の正門の向かいに、そうなんです、あるんですよね。ちょうど循環バスも止まるバス停の真ん前ですね。いい場所ですよね。条件がかなり、花巻鍼灸治療院の院長でもありますし、歌手もされてらっしゃるということで CD もね何枚も出されていらっしゃって、はい、で今日番組の中でもですね、12時半過ぎにですね、盛岡の夜、お送りしたいとね思っているんですけれども、この盛岡の夜のジャケット写真が誰かに似てるって言われませんか。もうですね、作家の山田紀久先生が、この CD の2曲目に入っている酒のささやき、前セリフがあるんです、そのセリフをぜひ古畑でやってくれと忍三郎、皆さんっていうような感じですかね、じゃあジャケットもそういうの作りましょうという歌手協会の方が今度はですね、もう乗ってくれてだってジャケット見ると言われますよね、きっとね。もう言われますねじゃあですね、いろいろな顔をお持ちの高橋さんなんですが、改めて自己紹介をお願いしたいと思います。はい、歌手で鍼灸師の高橋のりお、どっちが先とよく聞かれたりですね、どっちに力入れてんのって思いますよね、皆さん聞かれますよね、やっぱりね。はい、聞かれるんです。それで、どっちも本職です。治療院では患者様が大事ですし、歌の方では応援してくださるファンの方を大事です。ですからどっちがっていうんじゃなくて、どっちも大切にお仕事させていただいております。体が病むと心が病む、心が病むと体が病む、体の治療は鍼灸で、心の治療は歌で、その健康を願う二刀流でやっております。なんかイントロで喋っていただくようなメロディーに乗ってるしみたいで、なんかすごく心地よく入ってきたんですけれども。それはありがとうございます。でも本当に体と心ってすごくね深くつながっていて、どちらが不調でも影響出ますよね。そうなんですよ、本当にこう病気が長くなる、例えば腰の痛い期間が長くなるとかですね、あるいはいろんなストレスで心が病むと、どっか調子が、例えば胃腸が悪くなるとかですね、必ずこう両方にまたがって病んでくるっていうのが多いですね。治療中は歌うわけにはいかないので患者さんのお話をできるだけ聞いて、それに対する説明を分かりやすくですね、お話ししながら治療をするということですね、ちなみに鍼灸治療院ではご自身の歌は流れているんですか。それはですね、流すと自分の腕が狂いますので、ね、じゃあ流れていない、ね、心地いいオルゴールとかですねでも本当に全然違ったジャンルのものを手掛けているなって思うんですが、切り替えとか難しくないんですか。自分の中では特に難しくはないですね。あ、そうですか、はい、歌なんですけれども、スマホとかパソコンとかジョイサウンドとかいろんな形で楽しんだり歌ったりできるんですよね。そうですね、コロナに入ってすぐの CD のリリースでしたので、舞台っていうものがもう激減というよりストップしました ね。だって本当に2019年に最初の、曲を出されてっていうことですよね、それで歌手協会とかレコード会社とご協力をいただいてですね、 CD を発売するだけではなくて、通信カラオケでもほらお店には皆さん行かれませんから。そうですよね、はい、それでスマホとかですね、家庭用のカラオケにも配信しましょうということで流させていただいております。お家でも楽しめるっていうことですね。そうです、スマホで探していただくと、それで歌うことができますね。なるほど。どういうきっかけで歌の方はもともと歌手を目指してっていう感じだったんですか。20代の前半からかなりいろいろな大会で賞とか取られてらっしゃるんですよね。そうですね、まず歌のきっかけというのは、父が民謡教室をやっていたので、教室ってこう看板上げてというよりは、ご近所の方々にお座敷でこういうふうにとか、その後の宴会がまたね、でそこで小さい頃歌ったりしてね、お小遣いをいただいて、
それが嬉しかったなとかですね。そういう環境だったんですね。はい、ね、そうすると楽器とかも、そうですね、あの小学校からトランペット尺八ですね。西洋と東洋と二刀流です、ね、二刀流なんですね。たまたまそうなんですけど ね、だから歌がもう身近にちっちゃい頃からあった、そうですね、っていうことなんですね、で歌謡曲に興味を持ったのはですね、はい、僕が中学校の2年生かな、はい、三好英二さんという方が、はい、雨という曲でデビューしたんです、はい、でその時にびっくりしたんですね。実は自分の声にそっくりだったんです。キーの高いですね、はいはい、それで三好英二さんのその雨がと出会って歌謡曲っていうものいいなというのでですね、でいろんなまあ歌謡選手権とかですね、はい、キングレコードの歌謡選手権に出場させていただいたり、はい、それで関東方面に行くようになりまして、実はね私の手元に年末に出た歌手名鑑2024、はい、分厚い冊子があるんですけれども、実はこの中にも高橋のりおさん笑顔のお写真が載っていますけれどキングレコード歌謡選手権東北最優秀賞3回全国大会3回出場、まあはい、他にもねいろいろと出場されてるんですけれども、はい、そういう大会に出ているうちに、はい、音楽事務所の方とか歌手の方とお知り合いになりまして、はいはい、それで自分の曲は持っていませんでしたけれども、うん、ゲスト歌手として昭和の演歌とかですね、はい、ムード歌謡、うん、それを専門に歌ってましたね。でさっきあのおっしゃっていたその中学校の時に出会って声がなんか似てるなって思って好きになったという三好英二さん、実は今は一緒にお酒を飲む仲だと。そうなんですよ。そんなことあるんですね、はい、ある歌手の方をご紹介でその時から LINE やったりとか、すごいあのファンがお友達のような感じに ね、ご一緒させていただいた方があの伊藤咲子さんとかですね、はい、今舞台ではですね、はい、山本リンダさんとか松原信枝さんとか、はい、テレビに出られている有名な歌手の方と、ね、有名なね、はいはい、去年はですね浅草公会堂、それからメルパルク大阪とかですね、はいはいはい、大きいところを歌わさせていただいております、はいはい、これ高橋さんが実際テレビ番組とか で、ね、歌われて、これ関東の方のテレビ番組でこの松原さんとか、ね、あと山本リンダさんたちとご一緒したりして、はい、もうテレビ番組などでも歌われて、こっちの方ではねあの BS でしか見られなかったんですけどね、はい、そうなんですね。残念ながら、じゃあこれからこっちの方でもねぜひぜひもうほらやっとコロナも落ち着いてきてっていう感じで動けるようにね、イベントもちょっとずつ戻ってきてっていう感じがあるのでね、はい、始まりが関東の方だったものですから、はい、岩手の方ではなかなかお知り合いの方がいらっしゃらなくてですね、そうなんですね、はい、これから皆さんにいろいろ歌っていただいたりお会いしたいと思っています。そうですね、そういう機会もこれからどんどんね増えていくんじゃないかなっていうふうにね思うんですけど、そういうお歌とともにこの鍼灸の方がですね、さっきも二刀流って話があったんですが、実はこの鍼灸治療院の特徴もちょっと教えていただきたいんですが、こちらも西洋と東洋がいいところがミックスされているような、こちらも二刀流のようですよね。はい、その理由はですね、はい、開業する前は岩手県立中央病院のリハビリテーション科というところに勤務しておりまして、はい、でリハビリテーションというのは西洋医学でやっておるものですけれども、西洋医学のメリットと本来免許として持っている鍼灸ですね、東洋医学、そのメリットもですね両方兼ね備えた治療を行っています。それぞれのいいところを生かして組み合わせて、そうですね、ということなんですね。はい、まずその診断に用いるのが西洋医学で、関節の動きや筋肉の状態などをですね、はい、検査してそれを用いて判断できる内容で、鍼灸の治療とそれから西洋医学でいう理学療法ですね、専門で病院でもやってらっしゃった、そうでしたね、それを組み合わせて治療する、あまりそれをやっているところはないかと思います、西洋医学を取り入れてというのはですね、でいろいろお話も聞きながら、そうですね、やはり一般外来ではどうしてもその一人一人に時間をかけてお話を伺ったりっていうことができないことが多いですよね。ただ当院としては初診時から患者さんの訴えをしっかりですね時間をかけて聞いて、この症状は、うん、こういうために起きているからこういう治療をしましょうねという説明をして治療を進めていくというところですね。東洋と西洋とそれぞれご存知のところいいところを生かしながら、鍼灸治療院の方でもあの院長として活躍され、そして歌の方もっていうことでね、
で歌の方はねテレビ番組もぜひ岩手県の、ね、関東だけじゃなくて、ねはい、こちらでもぜひ、ね、出ていただいてと思うんですけれど、ちょっと私ですね伺いたいことがあるんですが、何でしょう。あの盛岡の夜を今日この後番組で12時半過ぎにかけます、はい、で CD 拝見しているとですね、北上恋しぐれっていう歌もありますけれど、そうなんです。花巻はないんですか。あ聞かれませんか。よくですねそれを聞かれるんですよ。ねえ、それでですね、そうですよ、で、作家の先生にお話、はい、いやよくこの間も言われたんですよね、どうして花巻飛ばすのってお話したらば、うんはい、素敵な曲をいただいて、お、そうなんですか。そうなんです。これオフレコじゃなくていいですか、放送しちゃって。いいでしょうね、もう、はい、新年の、はい、あはいはい、じゃあ花巻をテーマにした歌も聴ける、北上は北上恋しぐれでしたね、はいはい、それから電車で10分戻ると花巻、はい、盛岡から北上行って花巻に戻ってくる、戻って、はい、しかしやっぱりしぐれてるというですね、はい、花巻しぐれというですね、曲でございます。え、いつ頃聞くことができそうですか、まあ、今のところの予定では。そうですね、この寒さが明けて春になって、はい、それからでしょうかね。そうですか、じゃあすごく楽しみですね。そうですね、花巻しぐれ、はい、ぜひこれ花巻でも歌っていただきたいですね。そうですね、はい、そういう機会をぜひ作ったり、うんはい、いただいたりしながら、そうですね、はい、はい、で、はい、CD を出すということは、はい、1曲ではとどまらないということになりますかね。そうですよ、ということは、じゃあカップリングも実はですね、もしかしたら岩手ゆかりのどこかのみたいな。そうですね、じゃあこの辺はちょっとまだ謎です。お楽しみに。タイプの違う曲も入ってるかなっていう感じでしょうか。今古畑任三郎がいるのかと思いました。はい、失礼いたしました。続報待ちたいとね、はい、あっという間に時間が来てしまったんですが、じゃあこのあたりで次の方のご紹介をお願いします。はい、木村設計事務所の代表のですね、はいはい、木村清和さんを次の方にお願いしたいと思います、はいはい、木村設計の会長ですね。そうですね、清和さん、どんなお付き合いかというのはちょっと簡単に教えてください。中央病院を退職して開業した時にですね、当時は珍しいビデオクラブというの、ビデオカメラのクラブですね。あ、はいはい、本当に人数が少なくて、あんまりまだ普及してなかった時じゃないですか。高価なものでしたから、うん、何十万の世界ですよね。独身貴族か、まあ、今はない言葉ですよね。あるいは定年退職者のお金持ちという2極化したですね、はい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 、でそこでご一緒させていただいて、はい、それからですね現在の中学校前の治療院を設計もしていただいて、はい、家族ぐるみのですね、はい、当時から、させていただいております。花巻中学校正門前にね鍼灸治療院ありますって言ったんですが、はい、その設計を木村清勝さんが担当してくださった、はい、当時はピンク色のね可愛い建物だったんですけど色冷めちゃったり。そうなんですか。そうなんですよ、あのケーキ屋さんができるのかなって勘違いしていた方が多かったみたいです。まあね、でもスイーツもね、ええ、心を癒してくれたりしますからね。それもありますね。じゃあはい、その長いお付き合いの木村清勝さん、次のお友達ということでご紹介いただきました。はい、1月19日ご出演ということで伺っております。はい、花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました、今日は年明けお一人目となりました笑っていいともいい花巻、今日のゲストは歌手で鍼灸師の高橋のりおさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ新曲ねお待ちしています。はい、笑っていいともいい花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。